人間のみんながアマビエ、アマビエって言ってるんでしょ。こないだアマビエに会ったら、人間はあたいに会いたいんじゃなくて、あたいの描かれた絵を見たいだけなのよって言ってたよ。え、なんで、どういうこと。昔アマビエが人間に、疫病が流行ったら私の絵を見せなさいと言ったことが伝承になって人間の世界に伝わっているらしい。アマビエもなかなかやるわね。でもまあ、あいつはそういう雰囲気あるわよね。なんか目には見えない不思議な力がある。そう、こういう時こそ目に見えない力を信じることが大切だと僕は思うよ。そうね、信頼とか絆とか友情、愛情は目には見えないもんね。人間も妖怪も相手を思いやる心が大事なんだ。鬼太郎もたまにはいいこと言うじゃない。私のことも少しは思いやってほしいわ。お、猫娘、何か言ったか。なんでもない。ふーん。